はい、おはようございます。原田農園です。今日は1月18日のですね、金曜日です。昨日ですね、ちょっと雪が夜降ったみたいで、まあ今朝かもわかりませんが、うっすらですね、ちょっと雪が積もっているような状態です。はい、ということでですね、今朝は、今朝はというか、毎朝寒すぎて作業できないんですけど、今日はですね、3月も近づいてきたということで、ちょっと深刻の、パソコンへの入力作業をやっていきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。今日の温度なんですけど、マイナス1度。そんなに、またリセットをして、そんなに寒くはないですね。やっぱり雪が降るということはですね、そこまで寒くないです。あまり寒すぎると雪の方はですね、降りませんので、はい、ということでですね、今日の、気温はこのような感じです。はい、今日のクロちゃんとシロちゃんはどうしてますかね。上に上がってますね。昨日は夕方ちょっと撮影してないんですけど、上にクロちゃんが登ってました。今日は雪が降ってるから外にはちょっと出れないよ。分かりましたか。残念だね。ちょっと餌をやっておきたいと思います。はい、パソコンの周りがちょっと汚くてすいません。今ちょっと1回ぐらい紹介したと思うんですけど、うちはですね、こちら楽々青色申告農業版というものですね、使っております。これで申告することによってですね、青色申告の特別控除額が65万円ということで、適用されるということですね。いつもこちらを使っております。使い方もですね、簡単で、すごく安く入力してですね、申告作業が楽にできます。うちはですね、一応自分で全てやってるんで、まあ頑張るしかないですね。はい、他にですね、ソリマチとか、弥生会計とかいろいろあると思うんですけど、弥生会計は使ったことないんですけど、あれですね、ソリマチの方はですね一回使って、全然こっちの方が簡単だったんでこっちに変えました。まあ金額も安いということで、1年間で、8000円ですね。最初の初年度が8000円、それから更新作業がですね3000円に消費税ぐらいだったと思いますんで、ぜひ皆さん使ってみてください。はい、ということで今から、入力作業を行っていきます。はい、今仕事から帰ってきたんですが、順調にですね、38度のまま、1月15日に開始して21日に1回目の検断ですかね。で、27日に2回目の検断で、2月2日に、3回目の検断をしてですね、この時点で、卵を、転卵する回転させるやつを中止してですね、水をちょっと多めにして湿度を高くしてですね、で2月5日に、最終的に孵化する予定です。2月5日が21日目なんですが、2月4日頃からですね、卵の中からピヨピヨという声がするらしいんですが、ちょっとどうなるかまだ分かりませんね。21日、月曜日絢爛がちょっと楽しみですね。これでまあ一発目、ちゃんと孵化の方向に向かっているかどうかが確認できると思いますんで、ちょっと楽しみですね。まあ全部寒すぎてダメかもしれませんし、ちょっとわかんないんですが、一応ですね、卵自体には黒いマジックで印をして転卵といって、卵をちょっとずつ回す作業がうまくできているかどうかを、確認はしているんですが、マジックが見えるところと見えないところがあるので、ちゃんと転卵作業はされていると思います。はい、という感じで、今フランキの孵化作業はこのような感じで進んでおります。またですね、ちょっとずつ、今度は1月の21日に
見覧して、見てみたいと思います。という感じでですね、毎日ちゃんと温まっているものです。水も毎日ですね 150ml 足しながら、やっております。はい、ということで以上、フランキーの紹介でした。